どうも、マックス鈴木 TV をご覧の皆様、こんにちは。アナザースカイです。ああ、違った。情熱大陸。すごいでしょう。なんとね、今ニューヨークにいるんですよ。で、本日は、まあこれご覧いただいてわかると思うんですけれど、いつものちょっと違います。なんでかというと、実は昨日、いきなりステーキのさんのニューヨーク店、支店さん、フィフスアベニュー店さんで、撮影させていただいた時に実は明日ペッパーランチが新しくオープンするんですよ、ここニューヨークで、みたいな話をいただいたんですね、ペッパーランチさんの方から。で、あ、じゃあみたいな感じで今回撮影させていただく形になったんですけれども、それがね、サムライティングのチャンネルなんです。僕がやってるサードチャンネル、甲冑着てやってるやつ、甲冑ゲッチアイオンチューのあのチャンネルなんですけれど、その撮影クルーの方いらっしゃるんで、せっかくだから試験的ではあるんですけれども、撮影&編集をサムライティングのスタッフさんにやっていただくというちょっと特殊な形になります、今日の動画は。で、ある種試験的ではあるんですけれども、お楽しみいただけたらいいなと思う感じの内容なので、ぜひぜひよろしくお願いします。ニューヨーク、今日はですね、なんとペッパーランチさんに来ております。ただ日本ではございません。ニューヨークなんですけど、はい、なんとですね、こちらペッパーランチさんが新規オープンされるということで、今日その初日に特別にちょっと縁があってお邪魔させていただいております。ちなみにですね、なんとびっくり、さっきなんと一ノ瀬社長にお会いすることができて、偶然あれ、はい、ジャンボペッパーライス。おお。Enjoy。Okay。Thank you。この発音のヤバさ、半端なくないですか。ジャンボクラシックビーフペッパーライス。でろーん。ジャンボクラシックビーフペッパーライス。これでしょ。これどうやってやるんだっけ。これどうやって食べるの。このまま。あざす。これどうやって食べるんですか。このかけていいんすよ、多分好き。じゃあこれか、このまま混ぜてみようか。じゃあ商品いこう。さあ、なんかこの自分で焼くスタイルなんですよね、ペッパーランチなんて。いただきます。うん、おいしい。うまっ。ガーリックソイソースやばい。今のガーリックソイソースで、次がスイート。これこっちだな。このイングリッシュが飛び交う中でのこの感じ、なかなか新鮮でしょ。このソイソースの方がめっちゃうまいわ。これうまいな。これうまい。せっかくなんで、いろいろやりたい。合うなぁ。メニューこんだけなんですよ、ね、でこれも野菜もあってこんだけ。
動画の尺を見ていただければ分かると思うんですけども、今日はいっぱい食べます。すいません、お願いします。次の2個、2個お願いします。今回ちょっと特別にこういうおかわりスタイルで。これマジめちゃくちゃうまい、本当に。細かい部分はもう1000倍特許のお菓子でいきます。ちゃんとエコ箸なんですね。割りではないという。こんな感じでいこうかな。おかわり20回ぐらいしようかな今日。だってもうもっと食べたいもん。楽しみや。ありがとうございます。キムチ。次のもお願いします。なんかすげえな。これ絶対うまいだろこれ。こうします。もう匂いがやばい。このね、もうやばいよ。このチーズの感じめちゃくちゃやばいよ。よいしょ、いただきます。キムチチーズだって。多分これは味付けいらないっすよね、もうついてるから。ラザニアみたい多分ですけど、これは醤油の方が絶対合うと思う。完全にこれニンニク醤油でいいと思います。絶対こういうことです。めちゃくちゃ、これはこれでめちゃくちゃうまいですね。すいません、次のもお願いします。しゃあ、おどっす。次はシーフード。よいしょ、よいしょ。あ、このぐらいのペースがいいかもしれないね。次々って頼んどいて。あ、
いぶいいっすよ。だいぶいいっすよ。醤油の感じがね、むちゃくちゃ肉以上に合う。あとこれね、ちょっと最初醤油ぶっかけて焦げ作っとくのはめちゃめちゃありだと思います。これは食べ方的に。あらプレミアムハンバーガー、プレミアムハンバーガー、おやばい、やばい、来ました、ね、これかけるのかな。はいはい、やばくない。俺はさっきの社長のステーキの食べ方を見て知った。このバターを最初に潰すんだと。はい、ステーキ、おはようございます。サーモンペッパーライス、サーモンペッパーライス、Oh, thank you. サンバー、サンバーペッパーライス。あ、これまさか言ってたの辛いやつ。うわー、激アツでしかも辛いという。辛さマックス続き、ただしマックスにこの難関を突破できるでしょうか。これ本日のメインイベントかもしれないですよ。最大の難関かもしれないです。ただ僕はもう気づきました。熱々美味しいんですが、僕的にはちょっと熱すぎるのちょっときついんで、熱すぎるのきついんで、ちょっくら早めに頼んで冷ますと。すげえ覚えました。いや全然いけるな、これいけるな。うん、はーい、どすこーい。よし、したらこうしながらこれを食べようね。熱々が売りですから、めちゃくちゃ熱いですけど。そうなんすか。え、どういうことですか。日本人は温かいまま食べるけど、ニューヨーカーの人は結構みんな冷まして冷めてから食べて。じゃこれをこう待って、俺ニューヨーカーどうですか。なんだっけな、頼んじゃうか。すいません、次の2個お願いします。
辛みは程よいピリ辛ぐらいなんですよ。むしろなんか、ね、甘辛な旨味の方が強いですね。めちゃくちゃうまい。はい、リーブライ、リーダン、リーブライ、リーブライです。はい、ありがとうございます。俺は知っている。はありがとうございます。タダーン、カリー、カリー、イエー、カリー。はいはいはい、なんだかよくわかんないけど、はい。よっしゃ、あざっす。次こうだね。こう、これカレーぶっかけんのかな。この辺からちょっと使う器具が変わってきましたね。僕肉の上で肉が切れる。ハロー。めちゃくちゃうめんだけど。え、どういうことこれ。あれれれ、めちゃくちゃうまいでしょ。こんぐらいやっぱ肉は豪快にいった方がね、うまい。うますぎ。順番がいろいろ前後しましたが、これハンバーグ、うまい、これうまい。ものなんすか。あと3つ、ものなんですか。次ハンバーグと、次はカレーだよ。これどうやってやるんですかね。もうぶっかけるスタイル多分ですけど、最初にこうやってやってた方がいいと思うんですよ。とりあえずお肉がめちゃくちゃ柔らけ、こうでいいのかな、こうでいいのでしょうか。うまこれ。はい、サーロインとチキン。うわー、サーロインとチキン、ビヤービヤー。これやばいっすね、これやばいっすね。さ
すがにお腹減った顔されてますね。匂いやばいっすか。これね、カレーうまいっす。お肉に合う。こんな合うんだな。はい、お待ちどおさまです。シュレンエッグ、ありがとうございます。エンジョイ。じゃあシュリンプエッグ。あ、なんかこれさ、チャーハンっぽくないですか。ねえ、ねえ、エビ玉チャーハンみたいな。匂いやばくないですか。これやばいっすよね、匂いテロ。これペッパーランチさんの醍醐味かもしれないです。匂いテロ、焼き鳥屋さん以上の匂いてるかもしれない。これ瞬間風速は。でここは食べたいんだけど激アツなんでグッと我慢する。まだ高根の花子なんで、花子さんなんでちょっとグッと我慢する。ここはカレーとステーキはこんなに合うと思いませんでしたね。どっこいしょー。お次はステーキ、ベゴン。いいんだ、お肉だよ。さんざん匂いテロぶちかました肉です。罪ない肉です、これは。肉汁ダダ漏れ包囲派です、これは。皆さんの好きなピクミンの色は何色ですか。僕は白です。わあ、鶏柔らかい。Thank you. Halloween. マックス鈴木のステーキ講座です。この卵チャーハンを卵を、あにあの卵チャーハン、エビ玉チャーハンだから、ね、の、まあ、ソースにより切りの味なんですけど、早いものでね、全世界ペッパーランチの旅も間もなく終着地点に到着しようとしています。天空の城ラピュタでいうともう無視感にあってる。それぐらいも終盤バルスのバの字を言いかけるレベルまでできてます。今日の物語は終盤ですよ。
これがラストワン、サーロインステーキ。ニューヨーク、そこは恋の街、一人の男と一人の女が出会う街、そう、それがニューヨーク。うまかった。あだす。あの肉はね、後半ちょっときついですね。最初に肉いっちゃった方がよかった。でもここまで食べれたのは美味しかったかなと思います。ありがとうございます。